阿部トラビス、テリトリアで強さを決めた。シュートところで守ってるんですね、体は出て、中にカット、わーっとブロックショット、トラビス今のプレーです。スペインの昨日も26点を挙げています。後藤が中にカットして、トラビス、これがトラビス、さっきのこのプレーはもうアウトナンバーの3対2でしたので、この場面少しディフェンス苦しいか、大阪の苦しいディフェンスの中ですが叩き込みました。ユオド選手素晴らしいパスでした。リーグでやはり2番目のリバウンド数ということで、特にハミルトン選手、非常に警戒されてますので、ブラウン選手のインサイドから攻めてきましたよね。あ、ここはリードトラビス強い、この人の持ち味です。このピックアウトでスリーポイントというのはいいんだと思いますね。はい、いいプレーですね。私はいい形でしたが得点にはなりません。一方島根は2点を追いかける。インサイド激しいですが強いですね。島根は6点のリードです。畳みかけにかかりたいところですが、いや、なんとか粘ったトラビス、ここもファールで得点です。3枚来ていたんですが、はい、彼が違ってしまうかもしれませんが、状況としては12点を追いかける中で、第1投の島根です。ここも強さ、バスケットカウント、トラビス選手の強さが目立ちますね。はい、1つの得点になっている。ここはそうですね、後ろから行った寺園選手のハンドチェック、ファールにはなりましたが、1つ止めた形にはなりました。相手に入って山下、島根ボール、ここから今日スピーディーなのが島根、ギリギリですが点差を8点に縮めてきました。ただ島根も今季ホーム初勝利をしなければならない意地がある。なんとか仕掛けて叩き込みました。ありましたね、リバウンドはガードナーではなく島根が取りました。ファストブレイクで持っていくトラビス、ここを要求しました。アンオーバーからのファストブレイクは2回続きました。これもパスカットしました。ファンボールになります。トラビスとハレルソンですが、トラビス決める、取ってくるという橋本拓也、今日注目している橋本拓也、北川ついていますが、それをハレルソンが引く。トラビス、いい形で終わりたい島根の時間帯です。阿部、中にドライブしてキックアウト、トラビスのスリーポイント決める。トラビス選手取ったらやっとでしょうかね。ダンパスダブルチームでしたが、トラビス決めてきます。昇進のスターズ、ハレルソンがヘルプ、少しこう走行状態とかっていう時にあの彼決めてくれます、ね、そうですね、相手にも行ってますね。そしてダンク、阿部さん、両チームの序盤の動きというのはいかがですか。そうですね、あのお互い硬さも見られずに、はい、いいバスケットしてると思います、はい、一方ここは一つの壁となって止めました島根。このディフェンスから速い攻撃を見せる外国人選手が一人というこの5人のメンバーの中での日本人選手の活躍が見られましたが、一方で島根はリードトラビスがバスケットカウントを奪っています。エロバスにつながってボールがこぼれました、島根ボールです。ここからのを見せたい島根はなんとかつながりました。阿部選手ナイスパスでしたね、はい、ここからトラビス、インサイド厳しい中しっかり抜けていった。トラビス選手非常に強いですね、はい、ベテランの山下、ここから2回インサイド、いいところにつながった、トラビスのダンクです、これは見事でしたね。さあ見せてましたからね。そうですね、はい、このところです。点差という中で島根としてもチームファウルが5つという状況ではありますが、さあトラビスです。